プログレスライブは2011年5月27日から7月29日まで開催されたテイクザットの通算8度目のコンサートツアーである。1995年にロビー・ウィリアムズがテイクザットを脱退してから16年ぶりに5人が揃ったコンサートである。そのためチケットは発売開始から24時間後に134万枚を売り上げ、イギリス国内では マイケル・ジャクソンのリス・イズ・イットの30倍の売り上げ速度を記録した。シティ・オブ・マンチェスター・スタジアムとウェンブリースタジアムでは8公演行われ、これもマイケル・ジャクソンの持つバッド・ワールドツアーの最多公演記録を更新した。ビルボードによる2011年の世界興行収入ランキングで第3位にランクインした。ペット・ショップ・ボーイズ・テイク・ザット・ルール・ザ・ワールド。 グレーテストデイホールドアップアライトペーシェンスシャインサージェントペッパーズロンリーハーツクラブバンドロビーウィリアムズレッドミーエンターテインユーロック DJ カムアンダンフィールエンジェルスショーリンモンクステイクザットザフラッド SOS アンダーグラウンドマシーンキッズプリティシングスウェンゼーワーヤングメドレーバックホーグッドプレイラブラブネバーフォーゲットアンコールノーリグレッツ リライト・マイ・ファイア・エイト・レターズ6月4日の公演時にマーク・オーエンとハワード・ドナルドが演出に使われた巨大なロボットの上に乗ったまま降りられなくなっている。二人はオムという名の人型のロボットの両手の平ら部分に乗っていたがメカニックのミスでラブラブ歌唱中に本来はステージに降りるはずが3メートルの高さで歌い続けることになった。マークははしごを使って降りることができたため ステージパフォーマンスを続けることはできたが、ハワードはその次に歌う、ネバーフォーゲットのメインボーカルを務めているため移動ができずそのまま手のひらの上で2曲を歌い続けた。その後公式にメカニックのミスでラブラブの最中にオムが止まってしまい、本来ネバーフォーゲット時に立ち上がっているはずだがハワードが動けなくなってしまったためそのまま公演を続けた。 同じような問題が再発しないという保証はできないが、現在オムは順調に動いているとの声明が出た。オムの使用およびステージセットの規模の大きさから、リハーサルは通常のリハーサルスタジオではなく映画撮影用のスタジオを使用している。なお当時隣接するスタジオで撮影されていたのはダークナイトライジングである。7月16日に行われるはずだった。 コペンハーゲンの公演は開始数時間前に中止が発表された。原因はロビー・ウィリアムズの食中毒でドクターストップだった。ロビー不在でライブを行うのはファンが望むものではなく、また今回のライブにロビーは不可欠な存在であるという結論にテイクザットが達したため公演中止になった。これはテイクザットにとって初めてのライブ中止である。 6月10日と11日のシティオブ・マンチェスター・スタジアムでの公演は収録され、DVD とブルーレイで11月21日に発売された。また、このハイライトバージョンが BBC で12月18日に放送された。ライブアルバム用の音源はシティオブ・マンチェスター・スタジアムとウェンブリースタジアムでの公演が収録され、ヨーロッパでは11月21日に イギリス国内では11月28日に2枚グミ CD アルバムが発売された。アルバムと DVD ブルーレイの宣伝として、プログレスに収録されている A とレターズがシングルカットされ、ライブ映像をまとめた PV が公開された。2012年2月現在、DVD ブルーレイ CD のいずれも日本版の発売予定はない。httpww. フリースページ .com、13億2498万4111、イルブクモックスーフトップ25ツアーズオブ2011、テイクザット、ロビー・ウィリアムズ・イコール、プログレスライブ2011、ポルスター、2010年11月18日閲覧、プログレスライブ2011、プレゼンテッド・バイ・サムスン、テイクザット・アレ・ゴーイング・オン・ツアー・イン2011、 Take That Official Website ユニバーサルミュージックグループ2010年11月18日閲覧ロビー・ウィリアムズ2パフォームウィズ・ a t On Progress Live 2011ソールドアウトチケットマーケット http www.progorg 1 1 3 4 5 1 6ロビー・ウィリアムズ2パフォームウィズ・ k e That オンプログレスライブマイナス2011、20 HTML2010 年11月18日、閲覧。Take that cancel. Denmark gig after. Robbie Williams becomes violent c a n c e デンマークギグアフター、ロビー・ウィリアムズ・ビカムズ、バイオレントリーイル、NME、IPC メディア、2011年7月15日、閲覧。ABCDEFG、ビルボードボックススコア、カレントスコアーズ。 ビルボード、プロメテウスグローバルメディア、2011年7月22日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2011年7月22日閲覧。テイクザットトラップドーンステージロボットデューリング、マンチェスターショー、BBC ラジオ1ニュースビート、UK、リトリーブド7順0 2 0 1 1ありがとうございます。